ベトナム戦争期に製造された M1 ヘルメット M1 ヘルメットはアメリカ合衆国で開発された戦闘用ヘルメットである。第二次世界大戦期からパスグッドヘルメットに更新される1985年頃までの40年以上もの期間、アメリカ軍における標準的なヘルメットとして使用された。各国のヘルメットの設計に大きく影響を与えた。 現在でもアメリカ兵を象徴するものの一つとして扱われている。1941年 M1 ヘルメットは M1917 ヘルメットの後継装備として採用された。以後はアメリカ全軍の標準ヘルメットとしての配備が進められ、1945年9月の終戦までにおよそ2200万個以上の M1 ヘルメットが米国内で製造された。 以後しばらく新規調達は行われなかったが、スチールシェルは1958年6月に40万個が発注されている。また、ライナーに関しては1951年から断続的に発注が繰り返されている。ベトナム戦争期にも生産は継続され、1962年から1963年頃には新型のナイロン樹脂製ライナーが採用された。 これらはいくつかの改良点のほか、やや明るいオリーブグリーン色で標準的に塗装されているなど、大戦型の M1 ヘルメットと区別される。また特に注意したいのは、ライナーとスチールシェルの使用変更、あるいは調達発注はそれぞれ全く独立して実施されているため、ライナーとシェルを一体としての生産実機による型の分類は困難と思われる。 1980年代後半にパスグッドヘルメットに更新される。アメリカ軍での退役後も M1 ヘルメットと、その派生型は各国の軍用ヘルメットとして使用され、現在でも少数ながら使用している国があるとされる。ウッドランド迷彩の多いを取り付けた M1 ヘルメットの外帽、外棒と中棒 M1 ヘルメットは2つのフリーサイズのヘルメット、すなわち、外棒と、 厨房から構成される。厨房は、ファイバー製あるいは樹脂製であり、クッションやサイズ調整の役割を兼ねている。名作用意や偽装網などの端は、外棒と厨房の間に押し込んで固定する。外棒の実を着用することはできないが、厨房は、単体でもしばしば軽便な保護棒として使用される。ヘルメットの深さは7インチ、左右幅は9.5インチ、前後幅は11インチである。 第二次世界大戦型の M1 ヘルメットは、厨房や顎紐などを含めて2.85ポンド程度の重量があった。外棒の大部分は単一のハドフィールドマンガン、後半をプレスすることで成形され、円の切り口部分は、体状の後半を圧着することで処理されている。両端には、顎紐用のステンレス製ループが取り付けられている。この顎紐用のループの形状は、 外棒の生産時期を推定する際の重要な要素の一つとされる。第二次世界大戦初期生産型のループは長方形で固定されており、戦争後期及び1960年代生産型に取り付けられているループは外側及び内側に稼働した。これは初期生産型のループがヘルメットの落下時に破損しやすかったことから、1943年に 考案されたものである。また落下三部隊向け外防のループは D 字型であった。多くの兵士は M1 ヘルメットを被る際、しばしば顎紐を緩めたり、後ろ側の円に引っ掛けるなどした。これは二つの理由、すなわち背後からヘルメットを引っ張られた場合に、首が締められたりバランスを崩すなど白兵戦時の弱点になり得ると予想されたこと、そして、 至近距離で爆発が起こりヘルメットが爆風を受けて飛ばされた場合に顎紐が首にかかっていると引っ張られて首の骨が折れると信じられていたことによる。爆風の問題の解決策としては過剰な力がかかった際に外れるようになった新型の顎紐用バックルが開発されているが、それでも顎紐をかけない兵士は後を絶たなかった。なお、顎紐をかけない場合でも、 厨房内側のストラップだけで十分にヘルメットを頭上に保持することが可能であった。外棒の活用についてアメリカ軍人たちは前線において M1 ヘルメットの外棒のみを取り外し様々な道具の代用品として活用した。例えば残酷掘り用シャベル、洗面器、バケツ、椅子などとしての使用例が知られる。またしばしば調理鍋としても使用されたが、 合金素材が激しく劣化するために推奨はされていなかった。外棒と厨房を重ねて内側を撮影した写真。向かって右が前方である。内棒の顎紐が外棒のひさしにかけられている。厨房は外棒と異なり複数の部品により構成される。外側部分は外棒にしっかり収まるように成形されている。 干渉のために設けられたサスペンション部は内側にリベットで固定されており、後には差し込み式に改められた。サスペンション部自体は複数本の伸縮性のある布製ストラップと汗止めバンドからなる。第二次世界大戦及び朝鮮戦争頃に使用された厨房には茶色側で作られた顎紐がリベット固定ないし差し込み式で取り付けられていた。通常、 この厨房の顎紐は、外棒との間に回してから着用するため、外には露出しない。ただし、多くのアメリカ軍人は、外棒のひさし部分に、厨房の顎紐を引っ掛け、外棒の固定に役立てた。初期の厨房は、フェノール樹脂を染み込ませた、圧縮繊維で作られていたが、高湿度環境での劣化が目立ったため、早々に製造が中止され、樹脂製に改められている。 同じ時期、サスペンション部の素材も銀色レイヨンから、カーキ色の綿に改められている。ウェスティングハウスエレクトリックが大半を製造したが、その他にも、ファイアストーン、ケイパック、ゼネラルモーターズ国内部、マイン、セーフティアプライアンス、シーマン製紙、インターナショナルモールドプラスチックなどの企業が製造を行った。第二次世界大戦期には、 シェード3のオーディ色やカーキ色で塗装されていたが、1951年から1953年の朝鮮戦争期に製造された厨房は、シェード7として知られるより濃いオーディ色で塗装されていた。さらに後になってからサスペンション部が改良され、安定性が改善された。1960年代の再生産時には、大幅な改良が加えられた。 川の顎紐は廃止され、サスペンション部の材質が綿素材となり、厨房内側での貼り方も変更された。1970年代に入ると、より柔軟なナイロンに素材が改められて、厚みが増し、円の角度はより水平に近くなった。二川上陸作戦時の米海兵隊員ら、M1 ヘルメットに迷彩王位を取り付けている。 1942年末から1943年初頭までの間に海兵隊では M1 ヘルメット用の迷彩王位を採用している。これは杉谷織の記事から作られていた。太平洋の戦場など熱帯ではヘルメット王位の後部を折り込まずに垂らしたままとして首筋を保護する日よけとしても利用する事例も見られた。陸軍では 濡れた時の光の反射を抑えるべく偽装網が広く使用された。大抵の場合、偽装網はイギリス軍やカナダ軍から譲られた余剰品を加工して使用した。第二次世界大戦後、様々な種類の名彩用意が使用された。1960年代から1970年代にかけて陸軍及び海兵隊で広く使用されたのは、 ミッチェルパターンと呼ばれるリバーシブル記事の大井であった。陸軍では第二次世界大戦から朝鮮戦争にかけて何もつけないか偽装網のみを使用することが多く、大井が標準的に配備されるのはベトナム戦争が始まってからであった。一方、海兵隊では第二次世界大戦から一貫して M1 ヘルメット用迷彩大井を標準的に配備している。 朝鮮戦争時の王位は第二次世界大戦時のものとほぼ同一であった。ベトナムではリバーシブル生地の緑色の面を外側にすることが多かった。ウッドランド迷彩が採用されると片面のみにウッドランド迷彩が印刷された王位が標準的になる。これらの王位はいずれもヘルメットの形状に合わせるために2枚の半円形の布を縫い合わせて作られていた。王位は 外棒の上から被かせ、橋を外棒と厨房の間に折り込むことで固定する。また追加偽装用の枝などを取り付けるために、能力色のゴムバンドが配布されていたが、追加偽装を取り付けない場合でも王位を固定するために、これが巻かれることも多かった。アメリカ以外の軍では異なった形式の王位が採用されていることも多い。例えば、オランダ陸軍の王位は、 正方形の布で固定はゴムバンド及び偽装網を被せることで行う。第二次世界大戦中から戦後にかけて M1 ヘルメットは代表的な軍用ヘルメットの一つとみなされるようになる。アメリカやアメリカの友好国だけではなく、その他にも様々な国が M1 ヘルメット及びコピー製品、あるいは独自の改良を加えたものを採用した。第一次インドシナ戦争中。 アメリカはフランス及びベトナム国に対する援助の一環として M1 ヘルメットの供給を行い、結果としてフランス製 M1951 ヘルメットよりも普及することになる。カナダ軍では1960年から1997年まで標準ヘルメットとして採用していた。イスラエルでもアメリカから給与されたものが広く使用された。日本では自衛隊で対応され、 1966年には独自に改良を加えた66式鉄棒が採用されている。1988年以降は新型の88式鉄棒が配備され、現在は88式鉄棒2型への更新が進む。教育隊などの部隊では依然として66式鉄棒の使用も続いている。ありがとうございます。